どうも、アサヒひなたです。今回はですね、こちらを紹介していこうと思います。それがこちらです。亀田の柿の種味焼きそば。どんな味するんやろこれ。柿の種を砕いて入れるとさらに美味しいらしいです。この画像だとピーナッツが入ってないんですよね。なのでいちいち抜くのもめんどくさいので、これを買ってきました。柿の種ピーナッツなしです。ということで、ね、早速作っていきましょう。ということで、ね、レッツラゴー。はーい、で出来上がりました。やったぜ。柿の種を砕いていきます。とでね、だいたいこんな感じで砕けたら入れます。あ、もういいや。いただきます。うまい。すげえサクサクしてる。 まあ少し辛い感じなので、辛いのが苦手な方はちょっと食べない方がいいと思いますが、耐えられないほどではないと思います。皆さんもね、柿の種味焼きそばを食べてみてはいかがでしょうか。歯ごたえとかあって美味しいですよ。ということで、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、チャオ、バイバイ。店員さん、店員さん、ありがとうございました。じゃあね。